皆さん、こんにちは。エームガーデンです。今日は、蝶々ですね、作っていきたいと思います。こちらの羽が二重になった蝶々ですね。こちらを作っていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。まず、用意していただくものはですね、結束線、そしてラジオペンチを用意してください。結束線1本で余すことなく全てが完結しています。それでは作っていきます。まず外側の大きめな羽の部分をですね、作っていきましょう。はい、はい、このように外側の羽を親指の、指の腹を使ってですね、優しく曲げてあげてください。はい、ここが交差する部分ですね。はい、次に中の小さい羽をこのように曲げていきます。なるべくこの交差の部分をですね、ずれないように曲げていってください。はい、このように。内側の羽も、後でね、形は整えますので、すべての羽がこう、4枚できた状態で、で、ここの交差の部分ですね、ここの部分を持っていただいて、ちょっとペンチで持ち、ペンチで持ちようか。はい、こう持っていただいて、いただいて、一番上にこのワイヤーが来てますので、このまま1回2回で余るようでもう一周回していいです。バランスよく、はい、このように曲げました。はい、このように曲げます。はい、ちょっと長さはいびつでも構いません。この交差した部分をペンチでぐーっと潰してください。はい。ここですね。ここをぐーっとずれないように潰してください。はい。ここで羽の形を整えましょう。外羽、内側の羽。はい。この角の触角の部分は長さが違っても、極端に長かったら切り落としてください。せっかくですので1本丸々使い切りたいと思いますので、このままいきたいと思います。で、触角をですね、ぐるぐるぐるってペンチを動かさずに蝶々本体を動かしてあげてください。はい、このようにぐるぐるぐるっとですね、巻いていきましょう。はい、よし、平らになるように潰してあげてください。はい、これで完成です。はい、これで蝶々の出来上がりです。皆さんもどうぞ挑戦してみてください。うわー、お花畑に蝶々がいっぱいって感じですね。ありがとうございました。